ドゥーリンの海岸の夕方。遠くにもアの断崖と、グミサキが見える。ドゥーリンは、アイルランドのクレア県の大西洋側の海岸沿いに、ある村である。村のアイルランド語の名前は、黒い教会の意味である。この村は、温泉の町リス・ドゥルンバーナの近隣にある。この村は、伝統的アイルランド音楽の中心地であると、知られており、村の3つのパブで、 観光客に対して実演されている。この村の周辺では、鉄器時代前の考古学的な遺跡がたくさん存在する。段外屋城やバリナラ県城が同じエリアに存在する。ドゥーリンの街から見ることのできるアラン諸島へのフェリーの航路が3つ出ている。ドゥーリンは、モハーの断崖の近くにあり、リムリックとエニスそれぞれからガルウェイへ行くバスの停留場が、 崖とドゥーリンにあり、どちらの方向行きでも停車する。この地域は、バレン地域の南西の隅に位置している。ドゥーリンの村は3つの地域に分かれている。丘の部分が、ロードフォードと呼ばれる部分で、2つのパブ、レストラン、カフェ、宿屋や、B&B が何軒かある。浜辺に向かって1キロメートルほど進むと、フィッシャーストリートがある。ここには、おコーナーのパブ、 ホステル、店舗、レストランが何軒か、B&B がある。その二つの間には、新しい二軒のホテルと、2006、2007年に、開店した他のパブがある。さらに海に向かって下ると、ドゥーリンの海岸とキャンプ場が、道の終わりにある。アイル川は、バレンの丘から、ドゥーリンを抜け海に至る。小さなクラブ島がドゥーリンの浜辺からすぐ近くにあり、 19世紀の石像の警備隊の全焼基地の跡地があらのに存在している。アイルランドの伝統的音楽の発祥と呼ばれるドゥーリンの3つのパブは伝統音楽のライブセッションが夜に開催されることで有名である。3つのパブはガスをコーナー、マクデルモット、マクガンである。毎年2月の最終金曜にはミチョラッセルフェスティバルウィークエンドが開かれる。 予算のに大きな選択の幅があるなら、ドゥーリンは音楽、キャンプ、魚釣り、ボート、ハイキング、洞窟探検のような様々なレジャーを楽しめる場所である。アイラディーに近く、巨石がゴロゴロしている地である近くのラクグラスは、ロッククライマーにとって非常に有名な地である。ドゥーリン洞窟は2006年に観光客に解放された、そこは、 北半球で一番長い小乳石で有名である。ありがとうございます。